コンプリートチャプター2。チャプター3、許し。大丈夫か？ぼーっとしているぞ。わあ、チャーリー、お前なのか？誰？面白いな。ここで何してるんだ？お前が招待したんだろ。ビール持ってきてやるよ。そいつが一番さ、信じろって。本当かな？希望の領域。何のパーティー？肉焼いてる。古い友人に乾杯。乾杯。そうか、もう7年か。9年だ。もうそんなにか。その通りだ。どうしてた？長くて退屈な話になるぜ。よくあるつまらないお話さ。落ち着いて、結婚したんだ。あと数ヶ月で父親にもなるんだ。おめでとう。すごく嬉しいよ。全部手に入れたな。ありがとう。お前はどうだい？お前の仕事の関係で引っ越してからいろいろあって、お前の仕事の関係で引っ越してからいろいろあって会えなかったかもんな。仕事といえば就職したのか？残念ながらしたよ。え？長い話になる。聞きたいな。まずはビールがいるな。飲むか。乾杯と行こう。なんてことだ。いろいろ大変だったんだな。気の毒に思うよ。気にしないでくれ。自分で選んで自分で間違えたんだから。それでもお前はいいやつだ。ありがとう、チャーリー。そうだ、ちょっと忘れ物だ。すぐに戻る。誰？友達？どこに行くんだ？あ、犬、テイラーさんの。よしよし。え、テイラーさん置いてっちゃったのかな、この犬。あ、消えてる。出た。久々だな、理性。やあ、理性。穏やかな気分のようじゃな。ああ。で、どんな気分じゃ？暖かな夜。そして友人に囲まれるのは。歓迎され、穏やかな気持ちでいるよ。希望に満ちているとすら感じる。よくここまで来れたの。今までお主が経験したことすべて。それは希望への燃料のようなものじゃ。お主の中の光を解き放つ時に近づいているのじゃ。すまない、嫌なやつだと思うだろうが、今はただリラックスしたい。今は全てを忘れたいんだ。一向に構わんよ。実際にわしはお主がここのぬくもりで元気を取り戻せればと思ってたのじゃ。ありがとう、理性よ。何のために来た？せっかくの助言タイムがこの中に入ってくのか。消えてった。チャーリーどこ行った？いたいた。俺な、お前に手紙を書いたんだ。大事なものだぞ。ありがとう。読んでいいか？まだダメだ。その時が来るまで読んじゃダメだぞ。神秘的だな。変に聞こえるかもしれないが、まだ読まないって約束してくれるか？約束するよ。ありがとう。その時が来ればきっとわかるよ。
わかったよ。伏線？おーい、もうないみたいだな。誰？この人奥さんなの？なんか怖いんですけど。怖いんだけど。話しかけられないな。できた。手紙？私を見つけに来て。メンヘラや。彼女を最後に見た場所。クソ、ここは知ってるぞ。グッドウィン夫人が亡くなった場所だ。老人ホームか。彼女の車椅子故障中。待合室にある機械を直す必要があります。やめろ。隠れるのか。ああ、ホラーでよくあるやつじゃない。そうだ、何か使えるものがあるぞ。このクランク役に立ちそうだ。きっと使えるはず。相変わらずだな、プライス君。クランクね。前にある数字、なんて読むんだ。19045に見えなくもない。あのカーテン何か変だな。あれって数字？よくはわからない。何かの機械だ。コッコ、このクランク、ここにはまるか。コッコにはまるかな。バッチリだ。ん？ 649 649、よし。お、理性こんな場所でも出るんか。なんかくちゃくちゃ言ってない？理性。また自分自身を探しために一歩踏み出したようじゃの。希望を見つけるためにの。どんな選択肢が俺にはある？すべてお主の手の中にある。お主はこの旅とその存在の背後にある目的に対して疑問を持ち続けておる。じゃがお主のその一歩一歩によって静かな光がお主を満たすじゃろう。頼むから、その詩的な言い回しはやめて、俺が理解できるようにはっきりと言ってくれないか。わしは単にお主を正しい方へ導いているだけじゃ。わしは何が何なのかには答えられん。認識は己の内側から出なくてはいかん。それをできるのはお主しかおらん。ああ、わかったやん。この場所はお主には辛い記憶じゃったな。ああ、グッドウィン夫人だ。よろしい。苦痛と憎悪を混同してはいかん。苦痛はお前のお主って言ったり、お前って言ったり。苦痛はお前の一部であり、このすべてにおいて役割を果たしておる。自分に機会を与えてやるのじゃ。希望に機会を与えよう。頑張れよ。励ましてくれてありがとう、理性。聞いてくれてありがとう。
女の車椅子。なんだ、私の作品に挑戦して。E5F#5、きっと記号だ、間違いない。亡くなって随分経つようだ、匂いでわかる。匂いでなくてもわかるだろう。え、なんだったっけ、469だっけ、649か。ピングを送る機械。ん？リセプション、レストルーム、ベースメント、ルームズ。ん？じゃあリセプションでいいか。一体何をしているんだい？彼女が迎えに来るぞ。姿を見せろ。リセプション、最初の方まで戻るってことか。いつものやつじゃない。何かやばい。来てる。ホラーやん。ドットホラーやん。よくバレねえな。どこが開いたんだろうか。ん？コッコ。わかりやすくて助かる。割れたガラスの向こう。この俺が薬を漁るとはな。きっとこの注射器は役に立つ。注射器。なんだ。どういうことなの。わけがわからない。こういうことではない。こうではない。反対やってみるか。にゃっぴ。これはわからない。となると、このソファーを動かせばこの部屋に入れそうだ。折れた花。ん？花か。あー、花だわ、確かに。こうだ。あ、もう当たっちゃった。早い。私は闇さ、坊や。私を恐れよ。来るな。
開いた。一個だけ開いた？最終目的地か。注射器。復活する？あ、そうなってたんだ、顔。いや、あなたに薬品を入れまして。関係ないです。説明は不要です。はあ。あなたは？ご覧の通り、直感ですよ。どこが？あなたってもっとこう、刺激的なものじゃないの？まあ、そうすべきでしょうね。でも私は、随分と前にあなたがなくしたものなんですよ。あなたが若かった頃は一緒に頑張ったじゃないですか。ピアノを弾いたり、絵を描いたり、何かを作ったり。いい思い出だよ。なんでやめたのかな。仕事一筋で息抜きなしだったからこうなったんですよ。ああ、そうだよな。時々でも私を使うことができたんですよ。それであなたは私に何を？ちょっとしたメロディーを書きました。あなたが私の作品を疑問に感じたことがないので、ちょっと一般的なものになりましたかね。とにかくきっとあなたの役に立つと思いますよ。じゃあ聞いてみよう。消えていく？いや、ピアノ以外の音が入ってますけど。あー、これがあのなんか紐のやつのヒントなのか。最初と最後だけじゃないか。死んだ。記号はもうないが、このマークは何か意味があるはずだ。なんとも奇妙な出来事だった。最初と最後だけ。そんな安直だったのか。最初と最後、こういうことなの？やった！正しい組み合わせのはずだ。で、何が何やら。あ、うん。開いた。これはなんだ？花ではない。なんだろう。これも花か？頭蓋骨のように見えなくもない。象だ。あ、これでいいんじゃないの？なぜまだ続けようとする？お前にその資格はない。この夜を乗り越えられはしないだろう。諦めろん。出た。微妙に明るくなっていく。
ベースメント。あと1個パ、うん、まあゲームオーバー要素はないと思いますけど一応セーブして、この手を取って、テレビ、パズルか、んー、なんだこれは。また象かな。手だな。握手しているように見える。こうか。握手じゃない。奥さんの手を握っている感じかな。こうか。まだ闇からのささやきを恐れるのかい。お前にそんな価値のある人間ではない。誰もお前を愛しはしない。どこか行け、俺につきまとうな。あれを正解したことによって何があるんだ。もう最後のあのロック外れんのかね。カンヌキが。こんな簡単でいいのか。いざ。またか。出たよ。隠れるしかない。たまにはバレてもいいんじゃない？赤いままだな。ここかい？許し。グッドウィン夫人。いえ、私は許しよ。この姿はあなたが私に与えたの。でも、本当にすみませんでした。彼女は何も責めたりはしなかったわ。知ってます。でも謝りたい。謝りたい。私は許し。手助けさせて。どうやって？いい。よく聞いてね。あなたが自分のことを許せないのには理由があるの。すべてつながっているわ。あなたの過去、両親、二人の商売がうまくいかなかったこと、人生で起こったことすべてがあなたを形づけるの。ええ、そして同じことをあなたにしました。家を奪ったんだ。あなたはその決断への後悔に長い時間と気力を費やしている。どうして？後悔だけがあなたのすべてのよう。そのままにはできない。自分を責めることを止められるとは思わない。まるで自分の中の何かが止まったままのようなんです。その何かは他にもあるわ。あなたに必要なのはその何かなのかもね。そしてその辛い旅路において、あなたは自分を許す準備ができるわ。私は理性じゃない。でも続けるための助言は与えられる。あなたは探しているものを見つけなければならない。信念を持ちなさい。そうすればきっとあなたを取り戻せる。
ご両親が亡くなられてからあなたに何が起こりましたか？児童養護施設に入れられてそこで育ちました。悪くはなかったと思います。チャーリーという仲のいい友達もできました。ここ何年も会ってはいませんが、そのことを詳しく。ええ、私たちは親友同士でした。ですが成人になりかけた頃、私は別の町に引っ越しました。マックデード、ブルトン&ムーアでの出世を求めて。チャーリーと会わなくなったのを後悔しています。後悔だらけです。どうもあなたは自分自身に厳しすぎるように思います。過去にこだわりすぎではありませんか？ですが今はあなたのご両親の死についてお聞かせください。このような悲劇はきっとあなたに痕跡を残したのでしょう。いえ、大丈夫です先生。考えないようにしています。その方が楽ですから。教えてください、どのような気分でしたか？悲しかった。ですがその悲しみを遠ざけることができました。それも驚くほど早く。私たちはそのような喪失に対し異なった反応をします。ですが本当にご両親の死を振り返らないことなど可能なのでしょうか？今まで自分のためにただ悲しむためだけに時間を割いたことは？いえ、ありません。ですが言った通り大丈夫なんです。その必要がないんです。プライスさん、あなたはトラウマに苦しんでいるのだと思います。まだそのことを否定しているように聞こえますが、喪失を振り返る代わりにあなたは遠ざけた。見ないようにしている間にトラウマがあなたのあらゆる決定権を形づけたのでは？そうだとは思いません先生。いえ、協力には感謝はしています。どうやら時間のようです。お願いです、私の言葉から遠ざからないでください。あなたの考えを聞かせてください。何か見つかるかもしれません。